白帝城に劉備は没した。帝位は息子の劉禅が継ぎ、諸葛亮は上将となる。諸葛亮はまず呉との関係修復を図り、同盟を復活させた。そして魏呉の関係が悪化した隙に後輩の憂いを断たんとする。反乱の気配のあった南中の平定である。諸葛亮は自ら南征し、南中王孟獲を振服させる。背後の安全が確保された今こそ、三軍を率いて北征すべき時。諸葛亮は不倶戴天の敵魏の討伐に乗り出す。蜀軍は漢中から北上し、南安、天水、安定の三軍に向かった。先帝劉備と共に目指した陳の世、夢幻に終わらせるわけにはいかない。蜀の将兵民が一丸となり魏に当たる戦い、北伐。蜀の、そして諸葛亮の長く険しい戦いが始まろうとしていた。龍禅様、陛下、これより戦が始まります。先帝より託された陣の世を築くため、我が身の全てをもって当たる所存ですが、力及ばぬ時は。どうしたんだ、全てが終わるような言い方ではないか。我らの戦いはこれから始まる。そうであろう。そうですね。失礼しました。劉備殿、ご子息は優しい仁の心をお持ちです。あなたの意志、龍禅様と共に行きましょう。趙雲殿は劉備様の理想を追って戦ってきた。龍禅様に代わっても気持ちは変わらぬか。憎き義を滅ぼすのだ。我らの手で陣の世を作るのだ。我ら一丸となり義を打倒するぞ。この北伐、蜀の民を疲弊させるだけでは。この北伐、蜀の民を疲弊させるだけでは。私のような一兵卒が失礼を。義は強大ですね。我らが倒せる日は来るんでしょうか。諸葛亮殿といい、趙雲殿といい、劉備様の面影を龍禅様に追いすぎではないか。龍禅様にはもう少し覇気が欲しいですな。敵に侮られますぞ。馬謖殿は若さから先走る傾向がある。兄上の馬領殿も心配なさっていた。龍禅様は暗愚と噂されております。本当に帝にふさわしい方なのでしょうか。口を慎みなさい馬謖。龍禅様は仁の心をお持ちです。先帝のご意志、それをしっかりと受け継いでいるのですよ。はい、申し訳ございません。天水を守る将は侮れぬと聞く。確か名前は脅威とか。敵の脅威の脅威が脅威的ということだな。覚えておこう。諸葛亮殿、とにかく脅威は脅威です。諸葛亮殿、俺です。俺覚えてますか。いろんな戦場にお供してます。繁昌の戦で引退する気だったんですが、劉備殿が亡くなって戻ってきてしまいました。やはり劉備殿の夢を叶えたい。仁の世のため力を尽くす所存です。西殿は父親譲りの勇猛さだな。顔は似ないでよかった。性格もな。西西殿はいずれ龍禅様のお妃様に。俺の思いは胸の内にしまっておこう。龍禅様はお優しい方です。暗愚という者たちは知らないのでしょう、あの方の優しさ。龍禅様はいつも笑っていますね。楽しそうですが緊張感に欠けるような。諸葛亮殿、劉備殿の志、必ず我らで実現させましょう。漢王朝を復興させ、仁の世を築く。そのためにもまずは義を打たねば。任せたぞ諸葛亮、そなたの采配期待している。お任せください陛下。私は陰から龍禅様を見守っています。制圧し、北伐の足がかりとします。まずは花崗岩の戦士に勝ちましょう。幕に勝とうなど笠原遺体は打ち取りました。いかずちゅ上司に過去号が逃亡したようです。奴は技能重視、追撃しましょう。その必要はありません。今は泳がせておきましょう。お見事な戦ぶり、長子流感服いたしました。僕の息子たちを突入覚悟しろ。馬上君、安定の三両に伝令を送りなさい。活量は加工房を追って南安に向かったと。なるほど、加工房を餌にするのですね。裁量は必ず城から出てきましょう。守備よく決まりましたな。に向かって進軍中とのこと。いいえ、彼らの狙いは龍禅様でしょう。急ぎ救援に向かわねば。皆協力して敵に当たれ。この訓練の成果を見せよう。